どうも皆さんこんにちは。ポケマゼ続きプレイしていきます。オーダー201。イーブイ。リーダー、モクロ。出ましたね、オリーブ。隣で2回マッチするか、スキルを当てて消そう。消すと周りのものがオリーブオイルに包まれると。これね、前作でもね、厄介だったんですよね。壊すだけだったらまだいいんですよ。壊すだけだったらまだいいんですけども、壊した後にオリーブオイルに包まれるんですよね。こんな感じで。だから効率悪くやるとね、いつまでたってもね残るんですよ。オリーブ自体もオリーブオイルに包まれるっていうね、スキルがオリーブオイルに包まれることもありますね。なので非常に、厄介です。で、こうか。二重丸があと1匹いて、これを押し込んで、ああ、間違えた、間違えた。で、メガホンでいっか。メガホンで二重丸消してクリア。三つ星いきます。ああ、これはまあ、まとめていけるんで、まだいいですね。で、あとはスコアだけ。オーダー202。ムーランド。リーダー、不思議だね。オリーブ、そしてナッツですね。スキル貯めて、早めにオリーブ消したいところなんですけど、どうやろうかな。こうやるとね、もう包まれまくりなんですよね。でニャースが50か。はい。ニャースがあと28。オリーブは終わりました。残りますね。よし、これで、ちょっとスキル作りすぎましたね。エニャースが15だから、ちょっと先にマッチングさせて。あ、すごいことないそうだな、これ。一掃できるかな。よくないな。効率が悪い。一応スキルできましたね。じゃあこれはメガホンで消して、スキル1個だけ残して、三つ星いきます。あ、でも今回オリーブないんで助かりましたね。下の方で隣接させて、不思議種があと4匹。で、ナッツ消してクリアです。と思ったらスコアありました。スコア稼いでクリアです。オーダー203。サルノリ。リーダー、チラミ。ホイップ袋と、ポップコーンですね。あんまり上上げない方がいいですね。隣接で消せる分消しちゃいます。すごい数だな。さすがにちょっとこれ減らさないとダメですね。数が多すぎるんで少し減らして、でもう一個スキル作っておきたいですね。で、ポッチャマで、ちょっと後々のこと考えて、こ
ここはポップコーンは隣接で消して、でスキル1個だけ使って奥のホイップ消します。そして三つ星合体させて、あーこういきますか。下ちょっとどれぐらいホイップあるか、あーでも3個だけか。まあホイップはね、得意ギミックでも消せるんで、うん、であとはスキルで全部消してクリアです。オーダー204、プリンリーダー天舞子、氷漬け、まあ、スキルで壊してもよしですけど、隣接でも氷だけはね、消せますね。まあでもあれかな、スキルで消した方が楽かな。でかぼちゃは隣接で得意ギミック発動、うん、とりあえず消せる、消すべき氷は全部消しましたかね。そしたらトマト入れてあげながら、なるべく下に下げて、でかぼちゃ得意ギミックで、さらに得意ギミックでクリア。7手残して三つ星です。あ、これはやりやすいかな。まずは真ん中、トマト入れちゃった方がいいか、先にで、かぼちゃは得意ギミックで消して、トマト入れる入れる入れる、でかぼちゃ消してクリアです。オーダー205、みじゅまる、リーダーブルー、大量のマヨネーズ、ホイップ3とポップコーン2かな。あ、でチーズも入ってんのか。隣接で消せる分消していって、よし、だいぶ消えましたかね。まとめていけるかな。よし、4手残しで三つ星です。ポップコーン消す、チーズはこれ壊さない方が多分いいですね、バラバラならないように。そしてスキルで消して、で最後にスコア稼いでクリアですね。オーダー206、ピカチュウ、リーダーはムーランド、見た目はシンプルですけどね。でムーランドのスキル作って、ナッツは得意ギミックで消して、で左側はスキルで壊してもいいかな。うん、でミルクシェイカーも合体しますんで、あとは野菜だけですね。
手数5を残して三つ星です。あー、まあでもがったい、うん、そしたらナッツ消して、でさらにナッツ消して、であと野菜1だけですね。はい、クリアです。あー、ごめんなさい、野菜もう1個。オーダー207、木炉、リーダーは綺麗花。オリーブと蜂蜜。あ、でも得意ギミックか、それはありがたい。下ある、あ、まあいっか、ある程度消して、ちょっと残っていますがだいぶ減りましたね。で、蜂蜜も消していかなきゃいけないんで右側消しましょうか。そしたら、うん、で最後に蜂蜜。はい、手数9、スキル4つ残して三つ星です。うん、なるほど。これはどうしようかな。こういこう。うん。で、隣接してクリアです。オーダー208、ゼニガメ、リーダーはゴンベ。どっから行きましょうか。右から行きます。うん、で どこがつながってるかちょっとよくわかんないんですよね。あ、最終的には真ん中に集まってくる感じに見えますけど、合ってるかな。一旦ここでスキルを発動して、メガホン3つか。ただメガホン2つぐらいかな、2つ。であと1個、これでスキル1個できるんで、残り手数5で三つ星チャレンジですね。で、得意ギミックで消せるんで、こうでしょうか。あとはスコアだけ。でも右側で稼ぎましょう。オーダー209、ペロリームの、リーダーはブルー。あー、残っちゃった。もったいない。オーダー209、リベンジです。ブイゼルのブルー、さっき惜しかったんですよね。
はい、では改めて。これね、どうやるのが効率いいのかちょっといまいちよくわからないんですが、さっきはこうやってやりました。で、またスキル作って、うん、そしたらまたスキルでまとめて消して、あ、でもさっきよりはね、いいペースですね。で、さらに隣接、手数4残してスキルが2個ある状態で三つ星です。うん、合体させて消す。で、そして得意ギミックで消す。オーダー210、天舞子、リーダーはチラミ。氷漬け、しかも最初ポケモンが非常に少ないですね。キャラメルは早めに消すとして、あとあれか、氷も少し消さないとダメですね、これね。で、5列分は消せるはずなんで、こうかな。で、うん、で、氷また溶かしてあげて、もう少しうまいこと効率よくできそうな気がするんですけどね。結構残ってるな。閉じてる間はね、何もできないんで、スキルでも作っておきますね。で、次でいけるかな。はい、 OK です。4手残しで三つ星チャレンジ。あ、 OKOK、 いいっす。あー、ちょっとずれましたが、ほぼほぼ一掃して、で、このまま押し込んでいきましょう。はい、では今回はオーダー201から210でした。ご覧いただきましてありがとうございました。